はい、岡崎グリーンメンテナンスです。今日は、アプローチグリーン周りのメズナ散布になります。で、ゴルフ場っていうか芝生にとってメズナ散布っていうのはとても大事な作業になりますので、これは欠かせない作業になります。で、この散布した後また機械でね、擦り込みブラシなんかでこう擦り込みを行いますが、まあ、経験してる方はね、擦り込みとかメズナ散布なんて聞くと、まあ、ああそうかなんて思う方もねいると思うんですが、まず聞いたことを、ね、普通の人は聞いたことないと思うんで、まあ、こういったメズナ散布とか擦り込みっていうねワードを覚えておくといいかもしれませんね。